アメン、アメン、おはようございます。今日も美しい朝です。今日は少し寒かった、そうですね、ちょっと寒かったでしょうかね。憲法9条がノーベル平和賞の候補になったそうですね。アメン、アメン、素晴らしい。おはようございます。千葉は今10度です。日差しが暖かい。アメン。今日も霊的成長しに来ました。宮西さん、キュッス。新しい朝が来た、希望の朝だ。昨日雪が降った影響で今朝は寒いよ。あ、雪が降ったとこもあるんですか。はい、皆さん、私たちは、このイエス様のそばにいます。イエス様と共に歩みます。イエス様と共に歩みます。皆さん、私たちは、この砂漠のような人生、砂漠のようなこの世の中の中でイエス様のそばに来てオアシスの中にいるのです。皆さん、多くの人は、この、その死の世界に生きているんです。死の世界に生きています。私たちは、そのイエス様のそばにいて、その、命の泉を飲んでいます。命の泉を飲んでいます。今日も皆さんが、この部屋に来たということは命の水を飲んでいることになります。命の水を飲んでいることになります。アメン。昨日はですね、死にたい気持ちになっている人のためのその放送したんですが、ある方からですね、情報が来ましてね、秋葉原事件というの事件がありましたが、犯人といいましょうか、犯人の弟の人がですね、やはりその事件のことで非常に苦しんだわけですね。その お兄さんがそういう事件を、秋葉原のどっちでもいいと思うんですが、秋葉原のですね、事件の弟の人がですね、まあお兄さんのせいで非常に、苦しんだ、苦しんだということで、それで彼がこう言ったんだそうですね。死ぬ理由に勝る生きる理由がない、死ぬ理由に勝る生きる理由がないと言って、その弟の人は自殺してしまったんですね。もう仕事も、クビになる、その事件のことでクビになる、そしてもう本当にいろいろ困るとね、もう生きていくのに非常にそのことが、エイジさん、おはようございます。確かにですね、そういう重い、なんて言うでしょうかね、重い荷物と言ったらでしょうか、もうね、その犯人の弟だというレッテルと言いましょうか、そのレッテルがあって家庭も崩壊し、そして結局は生きる意味を失ったということで、死ぬ理由に勝る生きる理由がない、そのように言ってですね、自殺をしたそうですが、しかし皆さん、もし彼がですね、イエス様と出会ったらどうですか。イエス様と出会ったら、イエス様は何と言うでしょうか。大丈夫だよ、私、あなたは生きていいんだよ、その、私があなたを、愛している、ね、私があなたに生きる力を与えようと、イエス様はそのようにおっしゃると思うんです。ですから、
確かに想像しただけでですね、加害者のもちろん被害者の家族もものすごい苦しみだと思いますが、被害者の家族も、苦しむわけですね。結局それはサタンによってその傷つけ合ってその周りがですね、その苦しむ、一緒に苦しむということですよね。ですから、イエス様は、その問題の、そういう問題の解決があるんだよ。世の中にいろんな問題があります。もう皆さんも、問題だらけではないでしょうか。もう経済的な問題、人間関係の問題、病気の問題、いろんな問題がありますよね、皆さんね。しかし皆さん、その問題をですね、自分の力では、なかなか解決できないんだということですね。その問題が なぜそういう問題があるかというとですね、皆さんが持っている問題、私たちが持っている問題のその存在理由といいましょうか、なぜ問題があるかというと、その罪が原因で、また悪魔が原因でそういう問題があるわけですが、皆さん、その問題の意味はですね、問題を持っているということの意味はイエス様に委ねるためだということですね。イエス様の御業が起きるためだと書いてあります。ですから皆さん、その問題を持て余してですね、ただ苦しんでいたり、ただ諦めたり、ただ悩むだけではダメなんですね。それをイエス様に委ねるのです。イエス様を信じるというのは、イエス様を信じるというのは、その自分の持っている苦しみを、また問題をイエス様に委ねることではないでしょうか。そのための問題ではないでしょうか。もし問題がなかったら委ねることがしないでしょう。問題があるから、問題があるから委ねざるを得ないという言いましょうか。ですから皆さん、問題をですね、イエス様に委ねましょう。委ねるのです。イエス様にその願うのです。そしてイエス様が解決してくれることを期待するのです。信じるのです。はい、そういうわけで皆さん、問題があっても信仰があれば大丈夫ということですね。問題があっても信仰があるならば、その、死んでる心がよみがえります。神様の力で状況が変わるんです。状況が変わるんです。キューちゃんが初めて油注ぎを受けた時のことを教えてください。そうですね、初めて油注ぎを受けた、やっぱり中絶を悔い改めた時じゃないかなと思いますね。中絶を悔い改めた時、または、カリスマ集会でこの祈られた時かもしれません。はい、皆さん、私たちは、生きる、死ぬ理由に勝る、生きる理由があるのです。死ぬ希望に勝る生きる理由があります。皆さん、ぜひですね、生きる理由を持ってください。生きる理由を持ってください。日本大学歯学部に入るとき勉強どのぐらいしましたか。実はですね、勉強しなかったんですね。非常に傲慢でですね、傲慢で勉強しなくても受かるというふうに思ってまして、受験勉強しなかったんですね。そしたら落ちました。そして浪人して仕方なく勉強して
やっとかろうじて受かったという感じですね。勉強しなくて受かるわけないわけですね。はい、それではですね、そういうわけで、そう、恐れることはない。私たちは問題があってもイエス様がいるので、イエス様がいるので、私たちはその問題を委ねることができます。日本と聖書のどちらを取りますか？日本と聖書どちらを取る、ちょっとですね、比較しにくいのですが、まあ、イエス様一番ですね、もちろんね。イエス様一番です。なぜかというと、日本を救うことができるのはイエス様だからですね。日本を救うことができるのはイエス様です。イエス様はおっしゃいました。私よりも家族を愛する者はふさわしくないと言いました。何が一番大事かということが、とても大事なんです。はい、皆さんいかがですか？じゃあちょっと皆さんに聞きましょう。皆さんにとって何が一番大事ですか？皆さんにとって何が一番大事ですか？何が一番大事ですか？イエス様、アメン、出ました。イエス様、神様、聖霊様と共にいること、信仰、はい、皆さん、ありがとうございます。イエス様を一番にすることですね。そしてイエス様を信じる信仰を一番にすることです。なぜイエス様を一番にするかというと、そのイエス様によって祝福されるわけですね。イエス様によって永遠の命をもらえるわけです。イエス様によって家族が祝福されるんです。ですから皆さん、イエス様を一番にするということが、すべてを得るのです。つまりイエス様以上に大事なものがあれば、それは偶像だということですね。なぜかというと、イエス様からあらゆる恵みが来るんです。イエスキリストの恵みという言葉がありますが、イエスキリストを通して恵みが来ます。あらゆる恵みが来ます。霊的な祝福、経済的なことも健康もありとあらゆる恵みがイエス・キリストを通してくるんです。皆さん、これがキリスト教です。これがキリスト教です。キリスト教というのはイエス・キリストを通して神の恵みを受けるということです。多くの人はそのイエス・キリストを信じないために神様の祝福を受けることができないのです。神様の祝福を受けなければ人生は本当に生きづらいのです。先ほどの、その話ですが、生きる理由がないというのはそういうことです。イエス・キリストを信じてないならば生きる理由がないんです。生きる理由がないんです。世の中には死ぬ理由しかないですね。世の中には死ぬ理由しかありません。イエス・キリストを信じて初めて生きる理由が与えられるんですね。初めて生きる理由が与えられます。
多くの人はそのイエス様を知らないために、イエス様を知らないためにその、虚しいことに、虚しい、まあ、欲を満たす欲望を満たすことにしかないわけですね。欲を満たすような生き方しかないんです。しかし欲は、満たすことはできません。欲によって私たちの心は満たされません。むさぼりと言いますね。むさぼりと言います。はい、そういうわけで皆さん、私たちは生きる意味を知ったのです。そして、その欲望を貪っているのではなく、イエス様に向かってその神様の祝福を求めています。神様の祝福を求めています。私たちは、求める、いつも祈ります。いつも祈ります。祈りというのは、まあ、ある意味では神様に求めていることになるでしょう。多くの人はですね、祈れない、祈る力がない、ね、祈りたくない、祈ってもしょうがないんじゃないかと多くの人はそう思うでしょう。それはその、祈ることの意味と言いましょうか、本当に求めたらば、イエス・キリストの名によって求めるならば、神様が叶えてくれるということを、まあ、知らないからなんですね。祈ることによって神様が与えてくれるということを体験し、また信じることができ、確信したならば、祈りたくなるのです。祈りたくなるのです。ぜひ皆さん、イエス・キリストを信じて祈ることによって神様が祝福してくださるということを体験しましょう。そして、それを実際に本当に求めましょう。ダビデさん祈ります。アメン。今世の中はですね、いろんな問題があります。世界にいろんな問題があります。日本の中にも問題がたくさんあります。それはまさに、祈んなさいという意味ではないでしょうか。クリスチャンは、いろいろなその世界の状況、日本の状況で、祈る必要があるんだということですね。祈る必要がある、なぜ日本はクリスチャンがほとんどいないのに略奪がないんですか。なぜ日本はクリスチャンがほとんどいないのに略奪がないんですか。日本にですね、日本の文化の中にイスラエルの文化が、ありますね。なんかそれと関係があるような気がするんですが、イスラエルの文化が日本に来ている、ね、何かその日本の独特の文化といいましょうか、国民性っていうのは何かイスラエルと関係がある気がしますね。例えばその日本人が綺麗好きだと言いますね。でそれはイスラエルではね、沐浴といってそのやはりこの体を清めるということがあります。日本でもみそぎとかありませんか。体を水で洗うという、それはですね、肉体を洗うということじゃなくてやっぱり心を洗うという意味があるんではないでしょうか。はい、まあ、とにかく日本人のこの精神性の中にイスラエルの影響があるんではないかなと思います。
はい、皆さん、そういうわけで私たちは素晴らしい今その生きるその道を歩んでるんです。私たちはその、まあ、この日本においてクリスチャンとして歩んでます。私たちはその、私たちはそのあ金梅さんに舌打ちをした、いや、それはあの間違いですね。今度はあの金梅さんの放送の時に言ってください。私はですね、あの、舌打ちをしているのではなくてですね、なんて言うんでしょうかね、まあそういう老人ってことはないですけど、舌打ちのように聞こえただけであって舌打ちではありませんので、ぜひ放送でそういうふうに、説明しておいてくださいね。まあ入れ歯ではないんですね、入れ歯ではないんですけども、まあ舌打ちのようになってしまうことがある、まあそういう感じでしょうかね。はい、それではですね、話を戻りまして、皆さん今私たちは素晴らしい道を歩んでます。今信仰で歩んでます。皆さん信仰で歩まなければ生きる理由がないのです。生きる理由がないのです。信仰で歩むか欲望で歩むか、信仰で歩むか欲望で歩むか、二つの道しかないんです。そして欲望の道は生きる意味がないんです。皆さん欲望に意味がないんです。欲望に意味がないのです。なぜ欲望に意味がないのか、欲望には未来がないからですね。欲望には未来がありません。欲望はただ死んでいくだけです。欲望はただ死んでいくだけです。しかし信仰には未来があるんです。天国という未来があるんです。皆さん未来があってこそ、未来があってこそ生きる意味があるんです。未来のない、人生に生きる意味がないんです、ね、未来のない人生に生きるその意味がないのです。未来があって、未来があって初めて生きる意味があるんです。皆さんこのことをしっかり理解してください。多くの人の人生に、生きる意味を見出さないのは未来がないからですね。未来がないからです。しかしクリスチャンの人生は希望に満ち溢れるんです。それは天国という未来があるからですね。それも永遠の未来です。皆さん永遠の未来ですよ。永遠の未来があるから私たちは生きる意味があるんです。生きる忍耐することもできますが、それからその希望を持つことができますし、またその未来があることによって、その今があるんだという今の存在価値、生きる価値、存在価値、それは未来があるからです。もし、私が明日死ぬとします。病気かなんかで明日死ぬとすれば、私は今生きる意味を失います。生きる意味を失います。たった一日の命をどう生きたらいいんだろうか。一日好きなことをして、好きなことを食べて、まあ、誰かと会ってね、さよならを言うぐらいしかありません。明日もし私が死ぬなら、私は一日を本当に、悲しく過ごすしかないのです。まあ、友達と会ったとしても、家族や友達と会ったとしても、私は明日死にますのでさよならと言うしかないのです。それは、喜びではありません。それは希望ではないです。それはなぜかというと明日死ぬからです。つまり未来がなければ喜べないんです。未来がなければ生きる意味がないのです。ですから皆さん、生きる意味はイエス・キリストを信じて、未来を約束される、未来を約束される、永遠の命を与えられて、初めて生きる意味があるのです。初めて生きる喜びがあるのです。初めて生きることに価値があるのです。ですから皆さん、
皆さんは永遠の命を受ける可能性を持っているんですから。皆さんは今肉体的に生きているならば、皆さんは可能性を持っているんです。永遠の命の可能性を持っているんです。しかしそれはイエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて初めて、将来が与えられるんです。ですから皆さん、皆さんが生きる意味を、欲しいならば、生きる意味が欲しいならば、未来を約束されることです。イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて初めて未来が、保証されるのです。兄弟姉妹の皆さん、喜んでください。兄弟姉妹の皆さん、私たちは未来があるのです。未来が保証され、永遠の命が保証され、神の国を受け継ぐのです。神の国を受け継ぐのです。それが生きる意味なんです。それが生きる意味なんです。ですから今私たちは満たされます。今私たちはイエス・キリストに会って、その本当の希望、なくならない希望、マイクが近い、なくならない希望、なくならない希望、永遠の希望をしっかりと握って歩もうではないでしょうか。信仰をしっかり、信仰によって歩むのです。イエス様の道をしっかり歩むのです。それが命に至る道、その天国に行く道です。ぜひ皆さん、与えられたこの素晴らしい道を、喜んで歩もうではないでしょうか。感謝して歩もうではないでしょうか。イエス様の御心を行って歩もうではないでしょうか。兄弟姉妹の皆さん、私たちのその一日一日は素晴らしい一日なんです。それは、未来があるからです。未来があるからです。今日一日、今日は4月12日です。来週次男週ですね。明日が日曜日ですよね。明日がパームサンデーですね。パームサンデーというのはイエス様が十字架にかかるためにそのエルサレムに入ります。ロバの子に乗って入ります。そしてみんながホザナ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 とかホザナホザナと言います。それは救い主に向かって言う言葉です。ホサナホサナっていうのは、私を救ってくださいという意味もありますね。私を救ってください、または、ホサナ、つまり私たちはイエス様に向かってホサナホサナと言うべきですね。主を救ってください、主を救ってください。イエス様が救い主です。イエス様が救い主です。皆さんの救い主です。イエス様が救ってくれます。イエス様が救ってくれます。今私たちはイエス様に向かってホサナホサナと言うべきではないでしょうか。イエス様を歓迎するべきではないでしょうか。エルサレムの人たちはイエス様がエルサレムに入るときに歓迎したわけですね。ホサナホサナと歓迎したわけです。ですから私たちも今イエス様を歓迎しようではないでしょうか。イエス様を、歓迎しましょう。それが信仰です。それが信仰です。信仰というのはイエス様を歓迎することなんですね。イエス様を歓迎すること、それが信仰です。もうすぐイエス様が再臨という形でイエス様がこの地に来られます。それはイエス・キリストを信じる者を本当に救うためですね。本当に救うためにイエス様は再臨されます。ですから皆さん、
今がチャンスなんです。今がチャンスです。イエスキリストを信じるチャンスです。もうすぐイエス様が来られます。来てからでは遅いのです。イエス様が来てからではもう救われません。イエス様が来てからでは信じることができません。イエス様が来る前に、イエス様が来る前にイエス様を信じなければなりません。今が信じる時です。今が信じる時です。今イエスキリストを信じる時です。ぜひ、皆さん、今は恵みの時、救いの時です。今は恵みの時、恵みの日だったかな、救いの時です。救いの時です。イエス様が来てからではもう遅いのです。イエス様の再臨の後では、その信仰を持つことができません。今信じるんです。見ないで信じるんですね。再臨がいつ来るかは分かりません。いつ来るかは分かりませんが、今はその終わりの時代と言われていますから、患難期があって、イスラエルが救われてからというそういう一つの目安があります。まだイスラエルが救われてませんから、まだ来ないかもしれません。しかし、皆さん、いつイエス様が来られるかわからないのです。いつイエス様が来られるかわかりませんから、ですから今信じるんですね。今信じて、救われる準備をすることですね。天国に行く、その天国に行く、約束、私たち契約と言いますか、イエス様と契約する必要が大事だということですね。そうですね、イスラエルという国が建国したこと自体奇跡です。その2000年近く前に、西暦70年ですから、大体1900年ぐらい昔でしょうか、1900年ぐらい昔に滅びた国が1900年後にまたできたというのは、これは奇跡です。そしてそれは聖書の予言なんですね。聖書の予言、皆さん、イスラエルが建国したということこそ、その聖書が正しいということの証拠ではないでしょうか。1900年経ってまた国ができるなんて普通はないわけです。しかし神の言葉は必ず成就します。神の言葉は必ず成就します。イスラエルは建国しました。イスラエルは建国しました。神の国が復活したんです。イースターは再来週ですね。明日ではなくてその次の日曜日、その次の日曜日がイースター復活祭なんです。イエス様が十字架にかかって3日目、3日目っていうのは金土日と考えます。金土日で3日目、3日目にイエス様がよみがえりました。それは死んだ、イスラエルがよみがえるということも予言しているのではないでしょうか。またクリスチャンが死んでもよみがえるということでもあります。皆さん、復活をするのです。復活をするのです。イエス様が復活したようにクリスチャンも復活します。イスラエルも復活するのです。神の国が復活するのです。神の国が復活するのです。イエス様は命のお方です。イエス様は命のお方です。命によって復活するのです。私も神から選ばれて生まれてきました。アメン。それではですね、証タイムいきましょう。証タイム、はい、イエス様を信じて、未来を保証されて、
生きる意味を持った証、イエス様を信じて問題を自分で解決するのではなく、イエス様に解決してもらうことができるようになった証、イエス様を信じて、イエス様を信じて死んでも復活するということを信じるようになった証、スタート。アスペルガー治りました。アスペルガー治りました。仏壇には悪霊がいると分かった。今までできなかったことができるようになりました。イエス様を信じ納豆を食べれるようになりました。仏教を信じる人は永遠の滅びに至る。再任を前に早くクリスチャンになろうと思いました。今日なってください。今日信じてください。永遠の命が与えられ、一日一日が大切だと分かりました。この汚い世界から脱出したいです。神の国に入りましょう。神の国に入るんです。輪廻転生はありません。輪廻転生はありません。一生一緒にいてくれやイエス様。一生一緒にいてくれやイエス様。重労働はもううんざりです。重労働はもううんざりです。永遠の命を手に入れてどうするのですか。永遠に生きるのです。永遠に生きるのです。天国はどこにあるんですか。天国は、多分この宇宙ではないと思います。宇宙にはないと思います。祈り始めて毎日が心穏やかです。祈る理由が分かりました。ダビデさん、祈る理由が分かりました。イエス様は今天におられますが、イエスキリストを信じる人の心の中にも来てくれます。兄弟姉妹、皆さんの心の中にイエス様がおられます。仏壇を捨てたら家族のうつ病が治った。仏壇を捨てたら家族のうつ病が治った。アメン。祈る目的が分かりました。純粋な心を取り戻した。純粋な心を取り戻した。この宇宙にない天国に行きたいです。天国に行きたいです。皆さん、永遠の命こそ希望です。永遠の命こそ希望です。生きる希望はここにあるのです。生きる希望はここにあります。これから仏壇を捨てます。第三の天に行きたいです。第三の天。義務的な祈りから自発的な祈りへと変わりました。
義務的な祈りから自発的な祈りへと変わりました。神の愛しか信じません。神の愛しか信じません。命に限りがあるから大切なんじゃないのですか。それは肉体の命ですね。肉体の命には限りがあるから大切なんですが、その肉体の命の意味は永遠の命だということですね。その肉体の命は何のためにあるのか。それは永遠の命を得るためなんですね。つまり永遠の命がなかったら肉体の命も、その虚しくなるということなんです。その証拠に多くの人たちは肉体の命があっても生きる意味を見出してないんですね。肉体の命だけでは、肉体の命だけでは生きる意味を持てないんですね。そのことをぜひ理解してください。仏教を信じると人生が苦しみだらけになる。言いたいことが言えるようになりました。みんな病院のベッドの上ではもっと生きたいと誰でも言うのですよ。そうですよね。もっと生きたい、入院している人はもっと生きたいとみんな言います。伝道という使命を見つけた。伝道という使命を見つけた。落ち込むことが少なくなりました。落ち込むことが少なくなりました。性欲人生やめれました。所詮この世は苦海よ。楽しいことなんか一つもない。はい、それはまだ、イエス様と出会ってないからですね。イエス様と出会わなければこの世は苦海です。この世は苦しみだらけです。いろんな欲から解放された。いろんな欲から解放された。偽物の神信じても続かなかった。でもキリスト教は違った。アメン。偽物の神信じても続かなかった。でもキリスト教は違った。アメン。私もそうです。私もそうです。イエス様は偉大だと感じました。イエス様は偉大だと感じました。神と共に歩む人生は祝福で満ちています。神と共に歩む人生は祝福に満ちています。イエス様は受け入れてくれる。イエス様は受け入れてくれる。何か劇的なことがなくても少し平安を感じるなら油注ぎなんですか。そうですね、油注ぎのその、印はですね、
愛喜び平安ですね。愛喜び平安、平安を感じる、喜びを感じる、これはある油注ぎの実ですね。御霊の実です。御霊の実は愛喜び平安です。信じることからすべてがいい方向に向かっている。イエス様の愛が注がれています。イエス様の愛が注がれています。牧師さんの紹介で今の旦那と知り合いました。献身礼とは何ですか？カトリックでですね、幼児洗礼を受けた人が信仰をもう一度確認する時のことを献身礼と言いますね。霊的に今日も畑を耕します。仏教は悪魔崇拝だと分かった。仏教は悪魔崇拝だと分かった。この放送で誠の神を知りました。この放送で誠の神を知りました。油注ぎで行きまくります。油注ぎってどういう意味ですか？油注ぎというのはですね、イエス・キリストを信じる信仰によってですね、イエス・キリストを信じる信仰によって与えられる神の力と言ったらいいでしょうか。神の祝福と言ったらいいでしょうか。聖霊様を与えられるということですね。油注ぎを受けることによって私たちは永遠の命を受けます。命を受けるんです。または平安とか愛を受けます。この部屋に来て何か皆さん感じるものありませんか？この部屋に来て何か感じる、他の放送では感じないもの、他の放送にでは感じないものを感じると思います。この放送で小さな平安を感じるなら、私の中に聖霊様がいるんですか？聖霊のバプテスマを受けているんですか？その方はですね、イエス様を信じているでしょうか？イエス様を信じていらっしゃるでしょうか？この放送を見て霊的に癒されています。本当に油注ぎは気持ちいい。タバコや酒より気持ちいい。アメン。それを理解してください。それを理解してください。本当に必要なのは欲ではないんだ。本当に必要なのは欲ではなく油注ぎなんだということです。それが分かった人は、むさぶりません。油注ぎを求めるようになるんですね。そしてこの放送に来るのもまさに油注ぎを求めているんです。油注ぎって具体的にどうしたらいいんですか？イエス・キリストを信じて、その油注ぎを欲しいと思ってくださいね。イエス・キリストを信じることによって受けるんです。ただで祝福を味わえる油注ぎ、ただで祝福を味わえる油注ぎ。人間の欲求は悪いものなのですね。欲望は悪いものですね。欲望は悪いものです。ですから聖書では欲望を捨てなさい、欲望を殺しなさいと書かれています。しかし人間の力ではできないのです。人間の力では欲を、殺すことはできません。油注ぎによって、
油注ぎによって欲が、なくなっていきます。はい、それではですね、それではファイナルメッセージいきましょう、ね、ファイナルメッセージです。偶像が一切ないように部屋を片付けました。皆さんの部屋に何か偶像があれば捨ててください。お札とか、その浜屋とかですね、何か偶像的なものがあったら捨ててください。皆さんの部屋をきれいにしましょう。霊的にきれいにしましょう。何かですね、成功ものとか、それから宗教の本とか、それから、そうですね、オカルト的な本とか、汚らしいものとか、そういうものは全部捨てましょう。全部捨てて、信仰で歩みましょう。信仰で歩むのです。皆さん、私たちが信じている信仰は真理です。イエス様の教えは真理です。ですから、まず真理を理解することが大事です。多くの人は真理を知らないために欲で生きているんです。欲で生きてもそこには滅びしかないのです。その聖書にはですね、動物のように生きていると書かれています。動物は欲で生きているから、多くの、人間は動物のように生きているということですね。欲で生きる、本能で生きる、それは動物のように生きているんです。ですから皆さん、欲望で生きてはいけません。欲に従ってはいけません。その欲望から解放してくださるのはイエス様だけなんです。イエス様だけがその罪の奴隷から救ってくださいます。皆さん、ぜひ理解してください。皆さんがその欲望の奴隷で、欲望によって人生を、苦しんでいる状況を理解し、その欲から救ってくださるのがイエス様だということですね。イエス様だけが私たちを救ってくださいます。そしてその信仰によって生きることができます。本当の人生、動物のような人生ではなく、本来神様が与えてくださっている神の子としての人生、神の子になる人生、それを私たちは生きることができるんです。イエス様の教えに沿って生きるならば、私たちは素晴らしい人生を生きることができるんです。希望を持つことができます。神の愛を持つことができます。正しい良識を持って、悪に負けない、罪に打ち勝つ、悪魔に打ち勝つ、正しい、良識を持って生きることができます。私たちは、嘘を憎み、不正を憎み、真理を愛します。礼儀を愛し、そして、その、虚栄とか、それから、その自慢とか、うぬぼれを捨てます。私利私欲を捨て、謙遜に生きることができます。それは自分の力ではありません。油注ぎによって、イエス様の力によって、十字架の恵みによって、十字架の恵みによって、私たちは神の子として正しく生きれるようになります。そして今、神様は日本に目を留めています。日本に目を留めています。私たちが、イエス様を信じるならば、イエス様を信じるならば、日本は救われるのです。日本は救われるのです。皆さん、
今日本が苦しんでいるのはまさにイエス様が必要だということを、教えるためなんです。日本にはイエス様が必要なんです。日本人にはイエス様が必要です。すべての人がイエス様が必要なんです。皆さんにはイエス様が必要なんです。今日一日もイエス様のと共に歩みましょう。イエス様が私たちを幸せにし、私たちの一日を祝福されます。今日皆さん信仰で歩みませんか？信仰で歩み、希望に満ちて歩みませんか？神の愛の内を歩みましょう。皆さんの隣人を自分のように愛してください。皆さんの隣人を自分のように愛してください。今日の放送を聞いて、永遠の希望が欲しい、生きる理由が欲しい、死ぬ理由よりも勝る、死ぬ理由よりも勝る、生きる理由が欲しいという方、アメンと言ってください。アメンと言ってください。生きる理由が欲しい、生きる理由が欲しい、イエス様の永遠の命が欲しい、イエス様の永遠の命が欲しい、そういう方はアメンと言ってください。アメン、アメン、アメン。アメン、アメン。生きる理由が欲しい、生きる理由が欲しい。朝放送毎日してるんですか？木曜と日曜日以外は朝7時からしています。で、明日はですね、明日はパームサンデー、シュロの日曜日です。来週から受難週です。皆さん明日と、その次の日曜日は、大事な日曜日です。どうぞ皆さん、日曜日、明日10時半から礼拝があります。どうぞ参加してください。兄弟姉妹、ネットでも礼拝に参加できるんです。ネットでも礼拝に参加できます。ぜひ参加してください。洗礼を受けている方はですね、洗礼を受けている方は、自分で、ブドウジュースとパンを用意して聖餐式にも預かってください。天のお父様、感謝します。多くの方が生きる理由を持っていません。私たちはイエス様と出会って、イエス様と出会って生きる理由を与えられます。どうぞイエス様、今アーメンと言った方々が生きる理由を与えられますように、永遠の命を与えられますように、永遠の将来を与えられますように。私たちの生きる意味は永遠の命です。永遠の命です。天国です。天国に行く約束があってこそ、この人生に意味を見出します。どうぞイエス様、今世の中には生きる意味を見失って弱っている人がたくさんいます。もう死にたいと思っている人がたくさんいます。どうぞ彼らに触れてください。彼を導いてください。彼らに永遠の希望、永遠の命を与えてください。どうぞ今リスナーの方々が、まずあなたの命に満たされて、あなたの命に満たされて元気になりますように、そして一緒に伝道する気持ちを与えてください。元気になった人たちは今度は他の人が救われるために一緒に伝道する気持ちを与えてください。日本のリバイバルを祈ります。日本のリバイバルを祈ります。イエス様、与えてください。日本にリバイバルを与えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン、アメン、アメン。はい、今日今晩9時、明日の10時半、シャローン、シャローン、シャローン。